疲れ様です。じゃあ今日はね、はい、花摘んでるでしょ。視聴者さんにお花を届けに行きたいと思います。これね、去年もお花お届けした視聴者さんなんですけども、まあ撮影去年はいかったってことで、多分今年もeBayと思って聞くの忘れ、ダンダバってeBayってことで撮ります。その前にコンビニでちょっと、飲み物とわーの好きな食べ物を買おうと思います。はい、コンビニスイーツの中でもうナンバーワンに好きと言って可能じゃないですかね。っていうかほぼ減量終わるじゃないですか。僕減量してたんですよ、ダイエットしてて。ダイエットして終わった後にほぼ毎日食べてるもん、毎日買って食べてるもん。はい、ローソンのシュークリーム。これ、ローソンのシュークリームって何が他と違うかっていうところなんですね。他のコンビニでも結構シュークリーム売ってるじゃないですか。他の、コンビニのシュークリームって硬いんですよ、皮が。これ皮柔らかいんですよ。僕ちょっと普段からこうやっていっぱい食べる分には皮柔らかい方が好きで、なんでローソンのシュークリーム皮柔らかいし、なんか一番大きい、一番大きいとこがいいと思う。うまい。でこれ意外とあんまりないんですけど、カスタードクリームとその生クリームみたいな白いクリーム、ミルククリームっていうのが一緒に入ってる、混ざってないでね、2層になって一緒に入ってる。これがうまいんですよ。カスタードだけでもあまり好きじゃない、ミルククリーム生クリームだけでもあまり好きじゃない、このカスタードクリームと生クリームがこう口の中でマリアージュされる、この感じが好きなんですよ。しかも皮が柔らかい。これってことはローソンのシュークリーム最強、毎日食ってますよガチ。あ、どうもお疲れ様です。ご無沙汰してました。あ、いえいえ、早速ちょっと映して大丈夫なんでしたっけ。うん、大丈夫。あ、どうもお疲れ様、こんにちは、お疲れ様です。そうだったんで、またお願いしちゃって。あ、ありがとうございます、いつもありがとうございます。映してます、今。あ、どうぞ。はい、はい、どうぞ。すごい。あ、どうも。あ、どうも。じゃあ大丈夫ですか。どうも、初めまして。あ、うんうんうん、あの YouTube 黙って。あ、わかりました、ありがとうございます。そう、ありがとうございます。はい。はい、じゃあお花届けてきました。いつもね、頼んでくれてるんで助かりますよね、ありがとうございます。これ、まちこかさん、お菓子もらってきたぞ。あ、嬉しい、ありがとう。おいしくって、おいしくってやめられない。自由が丘、自由が丘の店だ。自由が丘だばどこだの、あ、もう出ないの。東京、東京、東京の自由が丘。東京生きてきてんの。いや、東京の人だわ、人だびゅんか、東京の人。東京の人も知ってるの、あなた。そうだよ、すごいね。和菓子、じゃあ開けてみてください、うん、じゃあ行きますよ。はい、パッて、いくよ、パッて、見えた、見えね、ファイト見えた、見えた、本当に何ファイトだった、わかんねえ。まんじゅうだ、まんじゅう、3種類まんじゅう入っちゃう。なになに、何味、どれどれ、そっち、あ、こしあんだ、栗どこももある。うん、ケータローズバコまた食べればいいでね。超細かく。うん、美味しい。美味しい？うん。
無駄のから飲むな。うん、目の。うん、よいしょ。入ってない、入ってない。あ、おいしい、ちょうど長すぎて。うんだ、おいしい時だもん。よかったな。うん、おいしいね。うん、おいしい。あともう一つ入ってます。東京ローズドなんだべ。わ、すごい、かわいいな。子供が喜でも喜びそうな。の。どっちが何の味かなと思って。これコシアン、栗、ごま。コシアン食べてみるかな。結構シャク食べやる。ボケただな。いや、ほら、これ。あ、わがねで、何もわがねで取って食った俺。本当にな。そうなの。絶対分かってる。わがねで食べる。わがねで食べる。何もかえ、かえでらんのねんで、うん。早く食べようと思って。いいよ、食べて。まだバイヤー。あ、かける。こっち切る。そうでしか。こしあん。違う、これは栗だっちゅうな。あ、これ栗？うん。こしあんみたいだっけ。食ってみりゃ栗入っちゃうでね。あ、ほら、長さ。栗入ってた？うん。うん、栗って書いてたもんな。でもこの色がさ、こしあんみたいだね。うん。あ、これさ、ん？これ。同じインターです。味知らない。そっちだ。ふたっこっち食べたじゃん。こっちにが。いや、は違うやつ食ったね。バチコ母さんはさっき食ったやつとどっちが同じインター味するかって聞いちゃう。味違う。あ、違うんだ。うん、違う。取った。こっちはさ、ちょっとこう油、うん、ちょっと油のなんて揚げたような、うん。うん、ロミアンどこ？なんでの？おめこっち旅だじゃん。ちょちょ、わーこれな。何喋っちゃうんすや。わかった、はい。なんで認めねんすや。これだべ、マチコ母さんは。マチコ母さん、これです。はい。これのこれです。はい、わかりました。もう。クエサロンなそいだと思ってやった。こっちだとばかり思ってやった。これだってわ。これ。わ、これ、マチコカさん、これとこれ。うん、そうそう。だから、うん、だから、はじめ、はじめ、母さん、これ食べたのばっかり思ってやったの。どうべ、うん、さっきからでも、さっきからでも何回もマチコカさん、これだはんでこれだよって言ったったのにな。はい。ボケました。ボケましたね、それは。これは、え、味違う？違う。これはちょっとさ、ちょっとこう油と合う。油の匂いする。ちょっと、これ食ってみてほしいと思って。めっちゃくちゃご飯食べんねんね。半分こそが。うん、これ美味しかったよ。うん、これがなんか一番こう甘い、確かに油は感じない。揚げた感じをあんまり感じない。でも、まあ目張ってな。そっち揚げた感じすっか。ちょっとこう、ちょっと。わかんない、こっち食ってんの。一つより食べねえんじゃな。一つと町子お母さんの半分、一生胸で。ああ、そっか。みんなおかしい汚すような、ありがたいことに。ありがたい。せば、今度からは、YouTube で放った頼まれたら、おかしい汚さに甘えて、プレッシャーかかってもらうやん。それで、しゃべればいいね。YouTube で。すいでだもん、食べてみなか。うん、食べてみや、すいでだもん。何や、あ、お菓子もある。旅なんか美味しい。あれ2つ、ちっちゃい2つを見るぞ。あ、なんだ。うん、ありがとう。ありがとう。怖い。コーヒー。飲む気な。ほら。全然入ってなかった。あ、栗食ったんだ。栗一番、あれだよ、その中で最弱で。最弱？最弱。栗じゃないのやつの方が、これ何？これ何？これ何？それコシアン。こっち美味しい。ゴマ。栗。ゴマか。こっち美味しいだけ。マチコ母さん、ゴマ唯一食ってね。え、これだよ。ガンガン。これ唯一食べるね。食べたもんね。あ、これストロベリー。それチョコだべ。おこん。あった。おしゃれ。
もう一個。クッキーの動画で。これどうしに行くの？うん。7時？6時半。あ、いつから？あ、そうか。この目の形も可愛いし、美味しいし。随分食べれるものの、ね、それなんでいいの。可愛いな。の。カットがなんか。で、ちょっと飾ってで、あ、腹減ったなと思ったら。じゃあ、時食べればいいんだよな。腹減った時食べれば太るんだって。腹減ったの時、クッキーしてくれよ。美味しかったな。でもちょうどいい時間だもんな。今寿司食えねえでねえの。あ、寿司あるの。ああ、おめば待ってねえで、メロン食べればある。お母さんなして、お母さんの部いらねえじゃん。うん、どっかさ行くだろ、遊びに行くだろ。よ、疲れねえべが。疲れるべな。強いな。だな。